日本福岡県北九州市もじ区大里大里は、福岡県北九州市もじ区の地名及び地域名。もじ区の南西部に位置する。かつては代理であったが、今日方年間に大里に変更された。JR もじ駅周辺の島市を指す。関門海峡に面し、背後には都の上山がそびえる。JR 鹿児島本線の海側を国道199号。 山側を国道三号がそれぞれ並行して通っている。また、山のふもとに沿って北九州高速四号線が通っており、地区内に大里出入口がある。なお、年12月1九0 8年十二月一日から九百二十三年二月一日までの間、菊群大里町が存在した。九州最北端の宿場町として、古くから繁栄した。1九百三年に、 鈴木商店の機関工場の一つ、大里製造所や九州電線、1912年に帝国ビール、1914年に大里主製製造所、1917年に株式会社神戸製鉱所文字工場などが設立され、大里は明治、大正期以降、鈴木商店系企業を各に、日本を代表する工場集積地の一つとして繁栄した。代理という地名は、 1183年、この地に安徳天皇の御所があったことに由来する。現在御所神社があるあたりが柳の御所否定地になっている。教皇の頃、この地に海賊が出没し、代理の海に血を流すのは恐れ多いとして、大里に変更された。1902年、明治天皇の九州行行の際、御所神社の社殿が明治天皇の休憩場所に使われた。 安徳天皇の慰霊が目的だったとされる、文字域文字やかレンガプレイス。ありがとうございます。